のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。少しだけ付き合ってあげようかな。覚悟しやがれ。あれれれれれはっじゃはっとはっそんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれ、フリーザそんな俺にはこれが限界だというのか。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。